毎週世界中の若い女性が若い女性のテーマを暗唱しています。どの言語であっても私たちは天賦の娘です。天父は私たちを愛し私たちも天父を愛していますという言葉を聞くたびに御霊が私の霊にそれは真実だと告げてくださいます。私たちが何者かだけでなく誰の娘であるかを知ることができます。私たちは奨励されたお方の娘なのです。 私はあらゆる国や大陸で自信に満ちしっかりと意見が言える若い女性の皆さんに会いました彼女たちは光に満ち熱心な働きと試練で洗練され純粋で慎み深い信仰があります徳高く制約の守り手である彼女たちはいつでもどのようなことについてもどのようなところにいても神の承認になります自分たちが何者かを知っており神の王国を築く上で 大切な役割があることを知っています大学時代私は BYU のインターナショナルフォークダンサーの一員でしたある夏のこと私たちはヨーロッパの伝道部をツアーで回るという特別な機会がありました数ヶ月前に突然父を亡くしたばかりの私にとっては試練の夏でしたスコットランドに滞在中私は特に落ち込んでいましたある教会堂で踊ったその夜演技が終わった後に電動本部の隣の家に向かいました 歩いていてる途中で門の近くの手入れの行き届いた庭に置かれた一つの石が目に留まりましたそこに刻まれた「あなたが何者であろうともその役割を立派に果たしなさい」という言葉を読んだ時心の奥深くに染み渡り天の力が私に及びメッセージが与えられたと感じました愛ある天の御父が私をご存知で自分は一りぼっちではないと感じました 私は泣きながらその庭に立っていましたあなたが何者であろうともその役割を立派に果たしなさいというこの短い言葉によって天の御父が私をご存じであり私の人生に計画をお持ちであるというビジョンを新たにしましたそこで感じた御霊が自分の役割が重要であることを理解する助けになりました。 後にかつて若い宣教師としてスコットランドで伝道していた預言者デビッド・オーマッケー大官庁がこの言葉に励まされていたことを知りました伝道中落ち込んでいた彼は建物の石に刻まれたその言葉を見て勇気づけられたのです何年も後にその建物が壊された時彼は手配してその石を手に入れ伝道本部の庭に置いたのでした 神の娘として状況や経験は異なってもそれぞれ果たす役割は重要です。なぜなら私たちが重要だからです。日々他の人を養い教え世話をすることは時にありきたりでないがしろにされ困難で蔑まれた仕事に思えることもあります。 でも私たちは天父の娘です天父は私たちを愛しておられますという若い女性のテーマの最初の部分を思い出す時私たちの関係や対応は全く変わってきます最近私の偉大な母が92歳で亡くなりました彼女はこの世の人生を静かに生き静かに去りました本人が思い描いたような人生ではありませんでした 父は45歳の若さで3人の子供である私と弟2人を残して先立ちました母は未亡人として47年間生き昼間は学校で教え夜はピアノを教えて家族を支え隣に住む祖父の世話をしました子供たち全員が大学に行けるようにしてくれましたそれについては社会に貢献できるものになるようにと一歩も譲りませんでした一度も不平不満を言いませんでした 母が制約を守ったことにより天の力が家庭に祝福と奇跡をもたらしました母は祈りや真剣や制約の力に頼りました主に忠実に使えました堅固な献身により私たちは強められました母はよくこの聖句を聞かせてくれましたあなた方が私の言うことを行うとき主なる私はそれに対して義務を負う しかしあなた方が私の言うことを行わないときあなた方は何の約束も受けないこの聖句をモットーとしていた母はそれが真実であると知っていました制約を守るものとなるという意味を理解していました母は世に知られることはありませんでしたしそれを望んでもいませんでした自分が何者か誰のものかを知っていました神の娘であると知っていたのです母は自分の役割を立派に果たしました ゴードン・ビヒンクレ大館長はかつて女性や母親について語りました。女性の力を決して忘れてはなりません。誰よりも直接的に子供の人生に影響を与える人、それは母親です。種の方法で子供を養い育てる人、それも母親です。母親の影響力は他に匹敵するものがありません。女性は生命を創造し、子供を育て、若い女性を教えます。 女性は男性にとって不可欠の同僚であり男性と共に神の王国を築く協力者です女性の役割は実に大きくその貢献はまさに驚くべきものです母親や父親は娘の心に自分は神の娘であるという気高い永遠の真理をどのように植え付けることができるでしょうか娘がこの世を離れ神の王国に入れるようにどのように助けることができるでしょうか 道徳的に大敗する世の中で若い女性はいつでもどのようなことについてもどのようなところにいても神の証人になる男性と女性を必要としています今ほどこれが重要な時代はありません若い女性は徳高い女性としての資質を示す母親や指導者を必要としています母親である皆さんと娘さんとの関係そして皆さんの模範は何よりも重要です 皆さんが娘の父親彼の持つ真剣や神聖な役割をどのように愛し尊ぶかが彼女たちの態度や行動に表れてくるでしょう誰もが立派に果たすべき役割とは何でしょうか家族の宣言はそれを明らかにしています 神の計画により父親は愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりませんまた生活必需品を提供し家族を守るという責任を負っていますまた母親には子供を養い育てるという主要な責任がありますこれらの神聖な責任において父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています私たちは警告します 定説の律法を犯す人々伴侶や子供を虐待する人々家族の責任を果たさない人々はいつの日か神の御前に立って報告することになりますモルモンは彼の時代の不道徳な社会で女性たちはあらゆるものに勝って最も大切で尊いものすなわち純潔と徳を奪われたと嘆きました 私は再び「徳」に立ち返るようにと呼びかけます「徳」は神の娘が持つ強さと力ですもしも「徳」つまり高い道徳的標準に基づいた思いと行いが社会で最高に価値あるものとして取り戻されたら世界はどうなるでしょうかもしも不道徳やポルノグラフィー現象虐待が減少したら結婚や人生を台無しにし傷つく人も減るでしょうか マスコミは神の大切な娘たちをものとして扱い価値を下げて見る代わりに高貴な人々として扱い可能性を与えるでしょうかもしも全ての人が私たちは天賦の娘ですという宣言の重要性を真に理解したら女性はどのように見なされ扱われるでしょうか 数年前、このカンファレンスセンターの完成を間近に控え、私はヘルメットと安全眼鏡をつけて、神聖な建物のバルコニーの階に入りました。夫が絨毯を敷く手伝いをしており、そこに掃除機をかけるためです。 今、説教台が置かれている場所で重機が土を移動させていたため土ぼこりが舞いそれが絨毯の上にたまってしまったのです私の役割は掃除機をかけることでした私は掃除機をかけてかけてかけ続けました3日後家から持ってきた掃除機は壊れてしまいました この美しい新しい建物で最初の総体会が開かれる前日の午後、夫から電話がありました。この歴史的な説教台の下に絨毯の最後の一枚を敷くところでした。このカーペット絨毯の裏にどの聖句を書けばいいだろうと彼が言うので、モーセや18章9節のいつでもどのようなことについてもどのようなところにいても神の証人になるという成句を書いてと言いました。 極めて困難な世にあってこれこそ教会の若い女性やすべての女性が行っていることです彼女たちは善をもたらす力です徳高く模範的で知的で働き者です違いを生み出しています彼女たちは本当にこの世のものと違っているからです彼女たちは使命を立派に果たしています 何年も前に自分の小さな役割を立派に果たそうと掃除機をかけていた時やがてこの説教台の絨毯の上に立つことになるとは思いもしませんでした今日私は神の娘として神が生きておられることを明かしますイエスはキリストであり贖い主です 無限のあがないの犠牲によって私は主の娘として受け入れられ清められ主の永遠の家族と結び固められていつか主と共に住むために主のもとに戻るのです私は女性妻そして母である特権をいただいたことについて永遠に主を賛美します 私たちが神の預言者であるトーマス・エス・モンソン大艦長に導かれていることを明かします。義にかなった男性とその神経の力によって私の生活が祝福されていることに感謝しています。役割を立派に果たす努力を続けるときに救い主のあがないによる人に能力を与える力を通して強さを得られることに感謝しています。イエス・キリストの皆により。アーメン